我がスパイダーと荷物屋さん。助手席に荷物積んでるんですけどね。スパイダーさん、トランクルーム自体は相当に広いです。正直2人分の旅行だったら、それこそ3泊4泊ぐらいの荷物を積んでも余裕で入るんじゃないかっていうぐらい広いんで、全部トランクで収めてしまってもいいんですけど、まあ、荷物取りやすいようにね、助手席に置いてます。さらば三松屋さん。ちょっと今日はね、カメラの方も今左手の前ぐらいにカメラを設置してます。いつもだったらこの真ん中に近いところを右手側の前ぐらいにね、カメラ設置するんですけど、いつもの GoPro Hero 9の方だとメディアモジュラーがあるので風防効果があるんですけど、今日 MAX で来ちゃったので、ね、真ん中はね、後ろからの風の巻き込みが結構ひどいので、それ用に止めてます。駅前ロータリーの方をね、ちょっと見てこようかなと思ってやってきたわけですよ。なんだっけ、あわら湯の町駅だ。そう、こういうところがあわら温泉湯の町駅ですな。おっと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 、あ、すみません、かっこいい、ありがとう、ありがとうこういうところですな。はい、到着。スパイダー越しに、なかなかお見事。こちらに鳥居があるので神社があるんだと思うんですが、私の目的はこちらのね、岩ですよ。柱状になった岩がね、こんな見事に綺麗な状態を示してますよ。あそこが東北のこちらって言ったら有名な東尋坊ですね。あそこに見えるが東尋坊タワーだと思います。まあ、いつもはね、もうあわら温泉来るともう東尋坊に寄るもんだということで寄ってきているんですけど、今回はあえて東尋坊は寄らないで行きます。福井県、トラック、速度速えな。さてさてと、まもなく、鉾島の方に到着。おお、くねくねマイロードだ。あれがそうかな。ってことは、この辺に駐車場があると思うんだが、ここだ。よいしょ。鳥居の下は
落ちそうだから潜っちゃいけないということだったのですが、まあ入ってもいいみたいなので入ってみます。ホコジマ、おお、かっこいい。これはかっこいいぜ。ちょっと写真撮っとこう。こんな感じの、すっげえ、すっげえ、ここは来てよかったー。鬼ヶ城以来かな。うおー、すごいわー。すっごいわー。これ階段で上まで登れるように今なってるんですけどね。うおもう笑みしか出てこねえ。スカートのお姉さんが来たらやばいくらいの隠れたら言ってますけど、いないのでね。うわ、階段急。祠があります。古文鉢もいます。鉾島頂上からの景色です。祠があるので360度見れるわけじゃないんですけど、東尋坊はさらにあの向こうだな。あそこが、あそこにある島が多分、小島？今からちょっとこっからね、階段降りて戻ってきます。結構急な階段なので要注意です。なんとこんな感じですよ。わかります？これ。降りるぜ。めちゃくちゃたまひのスポットだぜ。あー、すっげーわー、これ大満足。この辺はね、手すりもないから本当に雨の日とかは要注意の場所だと思いますけど、すみません。あ、大丈夫かな。わあ、すごいね。ここまではこれぐらいの階段なんですけど、はい、一番最後だけちょっと急になります。なるほど、ありがとうございます。なかなか。アルカロメオかっこいいですね。ありがとうございます。めちゃくちゃかっこいい。ありがとうございます。すごい楽しいところだった。みんな。うわー、かっこいいな。もう岩好きにはたまんないスポットですよこれ。疲れるんだけども、そんなに長いところじゃないのでね、体力がなくなるほどのもんでもないし、マジかをこんな岩が見れるし、
最強ですよ。いやー、鉾島よかったわ。まあ、鉾だけにね、マスラティ乗りの人はぜひ寄ってほしいところですね。めっちゃアルファだからね。よし、素晴らしかった。岩好きにはたまんないね。でご夫婦の方からスパイダー褒められたもんだから、ますますなかなかですわい。